エロ。ちょっといいか。あら、いいの？あー、でもそういう感じなんだ。ベアラーが一人女を買おうだなんて大胆。アジア風かな。そんなことでもないか。いい香り。私がこの花を好きだって覚えてたのかしら。香り袋か。シドよりもオットーの方がよっぽど女泣かせだったりして。あなたはどう思う、クライブ？やっぱりあんたか。ん？私はイサベル。あ、イサベル。ノースリーチの召喚、夜の帳の主人。ああ、実際そういう仕事してるんだ。シドのところの新入りさんでしょ。オットーから知らせを受けてるわ。さあ、ついていらっしゃい。大丈夫、クライブ？どうして？童貞だろ、こいつに協力を。シドとは素人童貞になるってこと？付き合いでね、昔ちょっと、まあ、それでいいんだったら別に構わないけどね。助けてもらったのよ。この町で商売を続けていられるのも全部なんかやっぱファンタジーのなんだろう、作り方じゃないような建物とか、なんか普通のゲームだったらもっとでかく作るもの、城なんか。夜の女王って何？なんだろう、めっちゃリアルなんだよな。なんか。だから無事に石章を抜けたら、一つ私の頼みを聞いてちょうだいね。おい、ちょ、テント張ってない？え、クラブ、テント張られてる？怪しかったな。それどころじゃないだろ今、クライブ。お前考えろ。お前何をするつもりだ。そんなに不安にならなくても平気だから。じゃあもう行くわ。またうちをごひいき。そういうことね。ベアラーとして連れて行くのね。待て、お前まさか。バレた？やっぱりベアラーかよ。マダムに拾われるなんて運のいいやつだな。ほら、さっさと行け。はい。普通に取れた。ほら、無事に抜けられたでしょ。ノースリーチに勤める兵士は、ああ、そういうことね。うちの一番のお客だもの。それにここは私の町。詳しい話は、あら、お店に着いてからにしましょう。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ドキドキしてんじゃないの？ねえ、大丈夫これ実際。エッチだからな、このゲーム。ええ、分かったわ。お客様に粗相のないように。あら、ちょっと待って、どういうこと？おかえりなさい、マダム。ただいま。マダム、お戻りで。遅くなったわね。めっちゃ話しかけられるじゃん。ようこそ、クライブ。ここが私のお店。ん？夜の帳よ。風俗ってこと？すごい、すごい空気感のある風俗だな。いろんな意味でちょっと入りづらいけど。なんか本当にエロのエロが始まってもおかしくないな、この会話の流れ。それまで人探し。あ、人探しかい。つまんねえの。実は。ちょっと待ってよ。少し前から娼婦が一人、立ち犬が行方不明になってるの。立ち犬？壁の外側に出た様子もないし、何かに巻き込まれたとしか思えないわ。立ち犬？どうも人探しには縁があるな。立ち犬とは？信頼の証ってところよ。娼婦たち、お店入りたいんだけど。あ、こういうのもいるわけ。あら、そう。